はい、では引き続きまして、元 NHK ヨーロッパ総局長、現在公益社団法人自由報道協会代表理事の大貫康夫さんにスピーチをお願いいたします。よろしくお願いします。大貫です。小川さんと違ってちょっとあの佐野さんには言われものですから高卒方で失礼します。あの今からちょうど40年前のこの3月、ある国の、まあ、この原発方針を決定的に変える事故がありました。正確に言いますと40年前の3月28日日本時間、アメリカペンシルバニア州でのスリーマイルアイランドの原発事故でした。これをきっかけにこれまで5年間の論争を続けていた国が原発なしの路線を取ることになります。デンマークです。皆さんご存知のように、まあ、デンマークは風力発電をどんどん開発しております。この時 あの私はメディアの人間ですので、どうして皆さんにですね、常にメディアの役割を頭に入れながら聞いていただきたいと思います。デンマークは76年原発を15基作る計画を発表しました。政府がこの時ですね、デンマークがどのような状況に置かれていたかといいますと、いわゆるアラブ諸国の石油輸出制限、いわゆるオイルショックでした。日本ではトイレットペーパーの買い占めが起きた事件です。その時デンマークのエネルギー全消費量の 88% は輸入石油に頼っておりました。これがどん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 値上がりします。さあどうするかと、そこで政府は、まあ、背に腹は変えられないということで15基の原発計画を発表します。でそれによるとこれ以降20年間90年代半ばまでにエネルギー消費量は 50% 増えるであろうと。それでそれがこの原発がなければデンマーク経済は立ち行かないということを話したんですね。その時にですね、皆さんのような市民団体の作る原子力情報機構というのを作られまして、主に20代30代の若い人たちが中心になりましたけど、全く違う原発なしでこういうことができるということを同じことを発表したんです。その時にメディアはですね、当時はもちろん多チャンネルの時代ではありません。まあ、公共放送とかラジオとか新聞に限られておりましたけど、両方政府の主張、市民団体の主張を公正に伝えていました。それで15カ所で政府が公聴会、説明会を開くと、その同じ場所でですね、同じようにシンポジウムを開いていました。でマスコミでそれを平等に発表しました。平等に報道しました。どちらにつくっていうんじゃないんです。それで皆さんに冷静に判断してもらうということだったんですね。その論争がどん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 続きました。その時に市民団体が挙げたのは、エネルギーの使用量は消費量は 38% しか増えない。で経済効率、資源 の無駄遣いをなくす、あるいは技術革新などで、まあ、エネルギー消費量はどんどん減っていくだろうという、それでも、まあ、全体で 38% 増えるのではないかということだったんです。でその論争が続いた5年後にこのスリーマイルアイランド等の原発事故が起きまして、それで最終的に原発なしで代替エネルギー、将来の代替エネルギーに関する計画を政府が発表します。それでその結果、今95年56年までに想定したあれを今見ますと、デンマークのエネルギー消費量は多分 18% しか増えていません。つまりそれだけ効率化が進んだわけですね。省エネが進んだわけです。それで、まあ、市民団体も政府の予想を大きく上回って経済が 80%、まあ、増強し増えました。で現在デンマークは風力発電が3分の1以上を占めております。次でこれからこれは次の課題になりますが、石炭火力がついております。それで天然ガス、あるいはバイオマス、そうしたものがあります。まあ、もちろんヨーロッパ諸国との相互 の電力の売り買いがありますけど、そのようにしてデンマークは非常に豊かな社会を作りました。もう一つ忘れていけないのは、この風力発電、基本的には 90% 近くが各地の小さな共同組合の所有です。
日本のようにメガソーラーっていうものではありません。そういうものを作って小さい電力から優先的に買い入れると、そういうシステムを作っています。で、皆さんご存知のようにいろんなところでデンマーク非常に住みやすい国、最も幸せに感じる国の一つです。皆さんここまで来たのもマスコミのきちんとマスコミの報道があったからです。必ずですね、皆さん日本のマスコミがなぜここまで原発が止まらないか、マスコミがきちんと伝えないからです。だから政府に圧力をかけると同時にマスコミにきちんと物を言うようにしてください。それでないとなかなか進みません。これはお願いです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続きまして